じゃあ三回戦。三回戦突入。あれね、なんか確かね、一応量やったら俺が頼むと多分まあいけるっちゃいけるけど、ってなるよね。いいわ。まあとりあえずやるか。うん、戦闘開始します、ね。戦闘開始。いきます。じゃあグス。あ、五。はい。これは勝つねんけどな。なんで土を出すんだろ。先行で。了解どうぞ。ドローステップ。あれ、あそっか。古代都市を。うわあ。古代都市をして終了。スタートコアのドロー。リフレッシュメイン。さあ、俺どう動こうかな。重要。ここ重要。そうだな、しょうがない。3コスト、風魔2個超。召喚値コアブースト。うん。リザーブにコアを置き直して、態度どうぞ。スリーブ変わったけど、同じデッキって。いや、2個超が3枚入ってんだけど。スリーブが変わったのに。スリーブ変わったけど、変わったけど。ニップデッキじゃないから、ごまんすぎ。うん。こっちかな。違う、ごめんなさい、こっち。バタバ。はい。バタバン出して。召喚獣封鎖された。召喚獣が使えなくなって、リアーキーを召喚と。はい。で、囲碁が出た時の後悔ね。コア増える。リザーブに置く。そして、このターンが、そいつ3コストなんで。3コストです。コスト。いける、アビスシャークを。ああ、それが来たか。囲碁が出たんで1個増えます。そうそう。はい。で、レベルアップと。うん。殴りに行こう。了解。アタックステップ、奪ったマンでアタック、フラッシュなければ使います。フラッシュないですな。じゃあ、シャークのフラッシュを。じゃあ起動で、じゃあ2個超破壊されます。破壊。じゃあフラッシュタイミング。とりあえずラッシュ緑で増えますよ。あ、了解、うん。じゃあこちらのフラッシュ。はい。1コスト、グレード G。新速召喚。うん。フラッシュそちらがなければ。うん、ない。こちらもない。じゃあバトル解決。うん。ライフで受けたい。はい、どうぞ。受けた。受けた。うん。じゃあ終了で。了解。スタート。コア、ドロー、リフレッシュ、メイン。さあ、考えることになった。あれか。コスト3以下が焼かれる、死ぬ。じゃあ、4コストで、メテオドライ。4コストで。え ?4 コスト。4コスト、4コスト。1、2、3、4。うん、4コスト。4コストで、メテオドライヤー。これ、ぶっちゃけビアッキー殺さないと俺が死ぬんじゃないよ。じゃあ、アタックステップ入ります。はい。メテオドライヤーでアタックで、これでビアッキーを破壊指定にしたい。うん、どうぞ。破壊されます。完全以下を破壊で、ビアッキーで。で、ワンドロー。うん、フラッシュはないわ。こちらもなしで。うん、ライフでいけます。じゃあ、タイムどうぞ。じゃあ、コアステップのドロー。うん、リフレッシュ。ビアーキーが焼かれたんですけど、うん、青のスピリットがいるんで、マキシムスが3コストとなって、0コストで召喚と。で、囲碁を持ってるんで、1つコアが増えますねって。どうぞ。無理や。青3個か。あ、ちょっと。ん？やばい、そいやつが出てくる。やつが来る。あ、古代都市をレベル2にするんで、青2個になるんで、青で4の、あ、緑ね。OK、2コストで。シードラをレベル、4で。みんなのアイドル。手札何枚？手札4枚。
手札4枚。これね、今手札1枚だけど、ハンドリバースって空打ちできるもんね。そうだね、うん、ハンドリバース、4枚。4枚ですね。1、2、3、4、4枚。4枚ドロー。どうぞ。うん。ここまでいい。アタックステップ。はい。リーフシードラでアタック。アルティメットトリガーですね。うん。トリガーが、発動。5で。5。トリガーがカウンターなければヒットですね。これ多分カウンターしたところで何もないような気がするような気がするんで、そのまま OK で。うん。じゃあ、バーストを破壊してライフ1つダメージを与えます。バーストがないんで、あれ、することでだ。うん、違う、破壊しって書いてる。しだから、じゃあそのまま追加で、バス。バス。で、クロスはなしやね。了解。じゃあ、ダブルシンボルだけ、うん、ダブルシンボル。了解。では、フラッシュ現状なし。うん、なし。なければ、ブロック宣言に移りたい。はい、どうぞ。ブレード G で。うん、じゃあフラッシュさらに使います。はい、じゃあ、バレットファイヤー4コス払って、BP 合計5000まで、うん、あ、じゃあ3コスか3コスか3コスかドライヤーのコアも残しとくで3コスで、バレットファイヤーで、シャークの BP がシャークが今レベル2なんで5000の、うん、どれか1体しか見てない。ウバタマン2000のマキシムス4000。了解。ウバタはスピリットの召喚時だけを封じるから、ちょっと考えますね。シャークだな。シャーク破壊で。オッケー、シャーク破壊。うん、これで、まあ、アタックが終わって、ライフ残り、3個。3個。うん。終了します。了解です。スタート。ここは道路、リフレッシュメインステップへ。さーて、これは2コストで、遂行2つで、1,2,3,4 コストで、ラストエンペラー、うん、召喚値、2コアこいつになります。さあ、アタックステップかどうか、アタックステップ入ってそのままエンドステップへ。うん、どうぞ。終わりか、終わり終わり、エンドステップ。じゃあコアステップドロー、リフレッシュでメインで、うん、ラストエンペラーが BP18000 18000。なるほど。来ないとし。バーストないんでもいいや。マントラドロー使う。了解です。1,2,3 枚ドローして、2枚捨てるんですが、これとコダイトシとグラウンギラスを。了解です。捨てる。カニコングを出す。カニコング来た。はい。で、イゴが出たんで2個増える。ああ、いっぱい。コアがいっぱい。いっぱい。コアがいっぱい、腹いっぱい。これもう引くしかないよ。マントラドローもう一回使う。うん。3枚ドロー。3枚ドロー。で、2枚捨てる。今手札5枚だから。マキシムスとアトライオ。了解。出すべきかどうか。15,000だっけ。ラストエンペラーは18,000。しますね。勝てる。勝てない。勝てない。古代都市レベル2に1個する。了解。ダブルシンボルか。マキシムス出す。ああ。で2個増える。レベルアップ、レベルアップ。1体レベル3やね。で、このままアタックステップ。
了解。リーフシードラでアタック、こっちの効果、イゴのアルティメットがアタックしているときに相手のスピリット1体疲労で、じゃあメテオドライアン強制疲労、うん、疲労でアタック時トリガーで、じゃあ、トリガーチェック、コスト3、ヒット、ヒット、カウンターがなければないです。ライフが1つバーする、バーするっつって、アタックね、BP が24000のダブル、24000、うん、フラッシュないです、うん、ないです。ラストエンペラー先生でブロック宣言したいです。うん、はい、 BP18000 で、うん、24000なんだけど、うん、じゃあ死にます。はい、死んだ、うん、じゃあ続けてマキシムス8000でアタック、異号なんでダブルシンボルだよね。です、フラッシュないです。うん、うん、ないです。ミックス先生でブロック宣言したいです。BP8000 なんだけど、どっちいくつ、んミックスいくつかな、BP1 万、うん、じゃあ破壊 BP1 万、1枚ね、こっち8000なんで、うん、そうだです、うん、1万、あ、じゃあ、OK、じゃあ続けてこっちの1万のマキシモスでアタック、フラッシュないです、うん、ないです。じゃあダブルシンボル受けます、ライフリン知りました。まだできた。やっと勝てた。ライフブラスト無限ドラゴン。おっと、おっと、俺こんで聞いたってから飛びかけ聞か、切りかけ聞かねえな。終わりですか？うん、終わった。今終わった。